アップフスズ、アップフスズ、アーマー、ピアッシングフィン、ステイブルイズドディスカーディングサボは、戦車の手法などに使用される砲弾で、装甲を貫くのに特化した砲弾である。日本語では装弾頭付きよく安定鉄鋼弾などと言われる。開発当初は、アップズとの対比として、アップズ FS と呼ばれていた。この故障も一部の国で使われている。アップフスズは、従来の鉄鋼弾とは、 全く異なった思想でデザインされている。秒速1500メートル EC 前後で着弾すると、装甲と浸透る体は狭い領域で高圧に圧縮されるために、それぞれが流体として振る舞い、蘇生流動、相互侵食を起こして、機械的強度を無視し、装甲を貫徹する。浸透る体の先端はマッシュルーム状に広がりながら、装甲にめり込み侵入する。 浸透る体は先行によって先端から失われていくため急速にその長さを失っていき、走行圧に対して十分な長さがなければ穴だけが残され、長さがあれば残端が走行内部に飛び込んで加害する。浸透る体は先行によってその速度も急速に失われていき、最低限の浸透る速度が先行途中で失われた場合には穴の中に シントール体の残りが残されることがある。タングステン号金弾が高成層甲板に先行する場合では、秒速 850mEC 以上、高成のシントール体が高成層甲板に先行する場合では、秒速 1100mEC 以上の速度がないと、流体としてのシントールは停止し、固体としての物理作用に移行する。シントールは走行に対して、 ほぼ平行に着弾した場合を除き長弾を起こすことはなく、滑らすという意味での被弾軽視はほとんど機能しない。アップフスズが走行を貫通するためには、着弾時の速度、浸透ルタイの長さ、ザク屈しないための人生、転生の高さの4つが必要である。着弾時の速度が低速であれば、従来の鉄鋼弾より貫鉄力が劣る。アップフスズは、 細長い棒状のシントール体と、風防、安定翼、軽金属の相談灯、スリッピングバンド、栄光灯で構成される。シントール体の材質としては、タングステン合金が使用されることが多く、一部には、劣化ウラン合金が使用されている。装甲を貫く力は、金質圧円鋼装甲、ロ、ロルドホモジニアスアーマーを貫ける厚さで表現される。 炉自身は21世紀の現在では古い走行技術であるが核兵器メーカーがすでによく知り尽くした素材であるために間徹力を単純に比較するには適している。120mm 格好法で使用されるアップフスズは500から 1000mm 程度のロを貫くことが可能となってる。速度域にもよるが秒速 1600mEC 強の場合、 劣化ウランによる浸透る体はタングステンより10%ほど貫鉄力に勝り、鉄団体はこれらの1、2程度の貫鉄力である。21世紀の現在、戦車が対戦車用として使用する砲弾は、ほとんどがアップフスズである。同じ対戦車用の弾薬には、成形作薬弾、ヒートがあるが、対戦車用の砲弾として、戦車砲に使用されることはあまりヒートは、 標準的な走行版に対する浸透力からといった数値上はアップフス鈴と同等の威力を示すが現在の戦車に多く使われる複合装甲に対してはアップフス鈴に比べて大きく劣るためである。原油弾では秒速1 5 0 0ル e c 前後で着弾するが将来高速弾が実現してもタングステン弾身の倍秒速2 0 0 0ル e c 程度で先行の効率は 最大となり、それ以上は速度を上げても穴幅の拡大にエネルギーが消されて浸透行の深さ、つまり貫徹力の向上度合いは徐々に小さくなっていく。劣化ウランの場合は秒速 1600mEC 強で先行の効率が最大となる。1961年、ソビエト連邦軍で世界初の 115mm のアップフスズ実用弾である。 BM-3 の運用が開始された。BM-3 は、タングステンカーバイド製のシントール体を持つ 4kg の飛翔体が T-62 戦車では、方向初速、秒速1615メートル ECE で発射された。1962年には、BM-6 が登場した。BM-6 は加工の容易な鋼鉄製となり、方向初速、 秒速1615メートル EC0 換算で236ミ、mm、リメートル、距離2000メートルの浸透路力を備えていたが、有効射程は1600メートルであった。1970年代中頃、米国の M60 戦車などの105ミ、mm、リメートル砲用の M735 というアップフスズ砲弾が登場した。M735 はタングステン合金。 鋼鉄製の浸透ル体を含む 3.7kg の飛翔体が方向初速秒速 1501mEC で発射され 318mm、mm、距離 2000m の浸透ル力を備えていた。これはタングステン合金を鋼鉄の鞘で包んだものであった。この時はまだライフリング付き方針で使用されていた。格好法は1977年9月に 西ドイツのレオパルトに戦車で登場した百二十ミリメートル格好砲が西側で最初であった。九百七十八年九月に米国は m 七百三十五の新東部隊のタングステン合金を劣化ウラニウム合金に置き換えた m 七百三十五 a 一という砲弾の生産を開始した。九百七十九年四月には劣化ウラニウム合金を鋼鉄で包まずに 現代のアプフスズと同様のモノブロック構造の m 七百七十四の生産を開始し、m 七百三十五シリーズを置き換えた。イスラエルは九百七十八年に m 百十一というアプフスズ弾を実用化した。m 百十一は、タングステン合金製モノブロックの浸透ウルタイを含む、飛翔体が、方向初速、秒速千四百五十五メートル E、C で発射され、 342mm、距離 2000m の浸透力を備えていた。レバノンでの戦闘で T-72 を撃破して高い評価を得た M-111 は、NATO で選定試験を受け、西ドイツのディール社がライセンス生産することで DM23105mm アップフスズ弾として販売された。1977年に DM13 が運用開始された。 DM13 は LD 比約12であった。1987年頃には DM33 が運用開始された。これもイスラエルが M-111 の後継として開発した M-413 を NATO で採用したもので LD 比120で 460mm、距離 2000m の浸透力を備えていた。年頃に d m が 運用開始された。DM53 は L、d 比約3 0で 610mm、距離 2000m の浸透力を備えていた。日本でも M735 が導入され、1984年からは、国内の大金工業で、ライセンス生産が行われた。1991年からは、同社で、ラインメタル社製、DM33120mm 弾の、 ライセンス生産を行い、JM33 と命名して90式戦車の主砲弾とした。1994年からは同じく大金で 105mm アップフスズ弾の独自開発による量産が行われている。重式戦車用の 120mm アップフスズ弾の国内開発も行われ、重式 120mm 装弾と付けつばさ、安定鉄鋼弾として配備が進められている。 この弾丸の LD 比は約30と DM53 に匹敵する値を示している。TPFSDS は陸上自衛隊の日本国内での演習場では狭すぎてアップフスズの実弾演習が行えないため開発された訓練弾である。タングステン弾体と同じ飛翔特性を示すが目標命中、もしくは一定距離を飛翔すると弾体が3分割。 正確には5分割し、急激に減速することで、狭い演習場での実弾演習を可能としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。